1777年のモーツァルトピアノ競奏曲第9番編法長長 K271 はボルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲したピアノ競奏曲一般にジュノームの愛称で親しまれているこの競奏曲は1777年1月にザルツブルクで作曲されフランスの女流ピアニストであるジュノーム・ジョーがザルツブルクを訪れた際に 彼女に検定されたと言われてきたため、ジュノームという愛称で呼ばれている。この曲の新鮮さ、大胆さと、これまでにない規模の大きさは、彼女の影響によるものとされている。第6番、第8番、第9番は、作曲年代が近いが、3曲の中で最後にある。この第9番は、内容、形式ともに特に優れた曲として高く評価されている。 独奏ピアノ、オーボエに、ホルンに、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス第1楽章、冒頭部分カデンツァは、第1楽章、第2楽章用に、それぞれ2種類書かれている。第3楽章用のカデンツァは2箇所あり、それぞれ3種類書かれている。この曲のカデンツァが数多く残されている理由は、モーツァルト自身がこの曲を、 よく演奏していたためであるとされる。少なくとも、1777年10月4日、ミュンヘンで、1781年4月3日と1783年の春に、ウィーンで演奏されたことが知られている。ジュノーム上が誰であるかは、モーツァルトの研究者の課題となってきたが、2004年3月15日に、音楽学者のミハエル・ローレンツは、モーツァルトの友人で著名な、 フランス人舞踏家、ジャン・ジョルジュ・ノベールの娘で、ピアニストのビクトワール・ジュナミであることを発見した。ローレンツによれば、ジュノームなる名前は1912年に二人の著者によって書かれたフランス語の伝記の中で初めて現れ、名前がわからなかったので単に、若者と呼んだものに過ぎず、名前ではなかった。ありがとうございます。